こんにちは、J ガールズの五十嵐マリアです。私のもとに謎のメールが届きました。それぞれが、企画を考えて番組にするということなんですけれども、自分なりに考えて持ってきた企画がこちら、五十嵐マリアの取説ということでですね、私の扱いはこうだよということを皆様にお伝えしたいと思っております。結構番組とかでやっぱお色気のイメージが強いかなとは思うんですけれども、本当はこういう人間なんですということをね、皆様にお伝えするべく、あの五十嵐マリアの取説、そして五十嵐マリアを上手に扱いたいと思ってくださる少数派の物好きの方がおられましたら、ぜひともよろしくお願いします。それでは五十嵐マリアの取説ご覧ください、どうぞ。テンション低いです。眠いです。眠たい。めっちゃ寝起きなんですよ。すいません。おはようございます。お願いします。ちょっと待機しててもらってもいいですか？あ、わかりました。はい。やっぱり寝る気も飛びますね。ファンの方が来てくださるとめちゃくちゃ嬉しいです。テンション上がりました。はい、ぜひ朝から来てほしいです。元気にさせてほしいです。まあ円卓は待ってる。角に言うと、ということで、ノータイトル2、五十嵐マリアの取説始めたいと思います。窓マギ2ですね。あの、私自身がね、あんまりこう窓マギ撮ったことないんですよ。はい、たまに測ります。これユニメもわかんない。これユニメもって登録しないとできないやつですか？じゃあ、あのアプリ撮ったんですよ。わかんなかった。これで OK ですか？嬉しい。もう今からもうめっちゃ回すんで大丈夫。そういうことは気にしないな。170ゲームだったら全然気にしない。お、来た。あ、強ゼリー223ゲーム。ボーナスない。お、当たっており
れました。かっこいい。あ、皆さん目押しはい、231ゲーム、超チェリーから。え、カバンすか？え、なんで？なんで？なんで？やっぱり。いやでも今日は綺麗な方ですよ、これ。今日はちょっと綺麗な方。あ、全然全然。今日マジそう、ちょっと結構整ってる。何ですか？え、何ですか？どれ？これはあの、まあ、ストッキングです。いつでも履けるように。やっぱなんか常備するべきはストッキングかなって思って、こう直接入れて。あ、そうですね、そこその辺ですかね、女子力はやっぱり。そう、ちょっと引きます、これ。ダメダメか、ダメかな。引きました。いやいや、でも他は大丈夫ですよ。でも全部出すことできるんです。じゃあ全部出しますかね。これは鏡で、ほら、女子力ブラシ、女子力ポイント、やっと女子力来ました。と髪止めとか、なんか、はい、あとなんかマウスウォッシュ、はい、なんかどっかから持ってきたような香水とか。でもほら、結構ね、結構女子感、まあ、何ですか？この辺ですか？あとはゴミですね。あとはまあちょっとカバンの中の、まあでもなんかティッシュとかもあるんですけど、ちょっとゴミ、なんかゴミが結構今日はいい感じの整理具合でした、私の中では。普段はもうちょっとまずい時はある。頑張ります。超チャンスです。これはなんか当たったんじゃないか、当たったんじゃないか。どうなんだ、ほら一番熱いやつじゃないか、これ。え、何、あ、あ、待ってるぞ、これは。あれ待ってない、よし。
当たった。今日当たった。2回予想する。お、いやーやれました。お、マジ。やったー、チャンスが来た。全部ラッシュにつながってます。うまい、ありがとうございます。マギクエも当たった。ただちょっとあれ苦手、うん、難しい。あれスキーは弱いですね。虹さんとやってる番組に関してはピカイチで弱いです。なんかあの番組だけ全然勝てない。なんか他のね番組では結構この動画とかでは結構頑張れたりしてるんですけど、結構なんでですかね。そうかなとか言って、仲いいんで仲悪いみたいな、仲悪い、仲はいいんですけど仲悪い説みたいなのはちょくちょく耳にします。仲はいい、仲はいい。頼むぞ。あ、どこだ、ここ、何これ、なんか光でしたっけ。やばい、あ、男ゲーム。なんかでも一番続いたかも。あ、ほんまに打ってきてないから、すごい悪いイメージあったもん。忘れたな、ごめんなさい。ありがとうございます、ありがとうございます。すごい15件。なんか言うから言うからね。あ、ドアを、あ、期待しましょう。わあ、ワルプル、ワルプル、え、来たんじゃないですか。期待しろって言うよ。あー弱い。あ、どう。お、なんか引いた、なんか引いた。あ、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 
私は不安だな。よし、緊張してきた。これ平均どれくらいです？3桁目標。マジですか？マジですか？いや、3桁は行く。ああ、大丈夫？あ、もうまずい。もうまずい。嘘やー、嘘でしょ？嘘でしょ？まだわかんない、まだわかんない絶対。なんだろう、化け物語。かわいい、ちょっと。でか。あーってもう何なんですか、さっき。え？なあ、そんな言い方、間も悪い、間も悪い、間も悪い、パッとしないし間も悪い、いいとこないじゃないですか。なんか思うんですけど、思うんですけど、思うんですけど、そんなにおっぱいもないんですよ。最近バレ始めてますけど、そんなにないんで、言うほど取り上げるほどないんで。190ゲーム737枚で終了です。足りない、全然足りなかった。はい、あーありますね。あー、辛いとかやりたくないとかはないけど、やりたい、ん？やりたいわけじゃない、なんて言えばいいんだ。なんかやっぱ求められるからできることなんですけど、自らやりたいですみたいな感じはないかなとは思います。でもお仕事いただいてるんで全然苦ではないです。そんなかっこいいもんでもないんですけど、そんなかっこいいもんでもないんですけど、でもやっぱりね、いただいてる仕事はやっぱありがたいので、あのやらせていただいて、いただいてます。めっちゃ噛んだ。やらせてあのいただいたお仕事はちゃんとやらせていただいてます。はい。配信された動画って見てるんですか？あのね、ぶっちゃけ見れない。ぶっちゃけ見れない部分結構ありますね。見たくないなみたいなところはちょっとある。特に罰ゲーム特に罰ゲームのとこは見たくないし、やっぱりなんだろうな、やっぱ罰ゲーム、あ、罰ゲームが一番辛いかも。やっぱね、ひかりさんはこうスタイルがねすごくいいのでね。で、最近めっちゃ太ったというか、デビューして5月で1年なんですよ。今今日収録4月20日なんですけど、で来月1周年ってなるんですけど、まあ太ったって言われるし、自分でも気づいてるから、
それがね、やっぱちょっとね、比べられたりするのがちょっと辛いなとは思いますけど。それぐらいかな。そこぐらいですいませんって感じ。ありますね。増えてきたと思います。前よりも。嬉しい。いや、なんか私結構なんか嬉しいとも違うんですけど、こう腹立つとかはない、全然。なんかその通りだなとか言って思わせてくれたりするから、もうなんかいろんな意見があっていいかなって思うんで、まあ、それに関してはあんまり私は気にしてないかもしれないですね。いやでも分かんない、もしかしたらそれがあるのかもし分かんないです。なんかそれがあるのかもしれないし、別にそうじゃなくてただ単に頭おかしいだけなのかもしれないけど、どうなんですかね。そこまで嫌じゃないし気にもしないし、気にしなきゃいけない部分は多分あるんですよ、指摘とかしてくださってるから。でもまあなんかそこまでそれそのね、批判的なコメントに対してのこう落ち込んだりとかはないかもしれないですね。あ、頑張らなきゃなーみたいな感じなぐらいです。はい。逆にじゃあ、はい、このコメント一番嬉しかったのとかある？このコメント一番嬉しかったな、なんか最初批判的なコメントしてきてた方がちょっといいやんみたいな感じのコメントくれた時とかはすごい嬉しかったりしますね。あ、そうやって思ってくれるようになったんやとか、そんな感じです。あの温かいコメントは全部嬉しいですやっぱり。でも盛り上がってる。やっぱ燃えスロー多いし強いですね、すごい。ちょっとバラエティの方に、バラエティがね私は好きなんでね、ちょっとバラエティコーナーにねやっぱ呼ばれてる気がしてるんで、ちょっと見たいと思います。秋バラ、化け物開いてる。わー、ゲート打ちたい、ゲート打ちたい。うわー、やっぱ魅力的な台が多すぎる。あー、やっぱいいですね、バラエティ。私バラエティ、打ちたいと思うんですけど、どうですかね。ダメ？はい、確かになんかまだやめるのはもったいないかなって思ったんですけど、なんかちょっとやっぱバラエティ来ちゃったら、打ちたい台がいっぱいあって、ちょっと本当負けたら責任取ってくださいね、本当に。じゃあまあとりあえず、じゃあ窓マギツーをちょっと実践継続したいと思います。バラエティはなんか何がいい、なんだろう、なんかちょっと言い方あれなんですけど、よくわからない世界観のアニメの台とかありますよね、結構。ちょっとわかんないみたいな世界観が、そういうのが好きで、あとなんかみんながあんまりこう競争率高くない、そういう台すごい好きなんですよ。ポツンってある台。あ、
りモテない人が好きなんですよ。はい。うわー。どうしよう。一筋？いやーやっぱちょっとイケメンはごめんなさい。やっぱ裏切れないですね。ちょっと。お。これで当たったのかな？14ゲーム今日。しかもまたスイカから赤ボーナス。ちょっと好調すぎるな。100点。
と思いますね。単純あのシンプルな仕様なんで私に。めっちゃ嬉しいです。手紙とかも最高に嬉しいかもしれない。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。 手紙ですか。いや気になりますけど、家に帰ってからの楽しみにしようかと思うんですけど、どう読んだ方がいい。ちょっとだけ。ディア聖母マリアへ。君を見つけてからもう1年が経つね。君を見つけてから僕の人生に太陽が昇ったよ。君を見つけてから周りに色がついたよ。君を見つけてから働く欲が湧いたよ。これからもずっと見続けるね。という手紙を怪盗 OK さんからいただきました。いやめっちゃ嬉しいです。なんかすごい嬉しい。なんかポエム的な。いや、こうポエムは一番気持ちが伝わるのですごく好きです。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。大事にします。普段はね、家に帰って大切に読んでるので、ぜひ手紙で私に元気をください。ありがとうございます。楽しみ。はい、差し入れで一番嬉しかったもの。リアルなやつ言っていいですか。馬券。そうです、競馬のその日のレースの馬券。5等ボックス、3連単5等ボックスの6000円分買って、なんかね、外れてても馬券でテンション上がるとこあるんで。確かに。ということで、ここで人気調査というものをしたいと思います。ということでですね、ちょっと選抜させていただいたメンバーがこちらなんですけども、大先輩ばかりということでね、誰が一番人気なのかっていうのをね、密かにちょっと知りたいので、検証したいと思います。この中の4人のメンバーの中でしたら誰が一番好きですか。まあ、七瀬さん、どこがいいですかね。いや、まあ、いっぱいいいとこあるんですけど。確かに、同じステージにも立てないレベルなんで、まあ、確かにモナースさんはもう分かりました。ちなみに五十嵐はどうですかね。どう映ってます。私は綺麗なとりあえず、まあ、
綺麗で、あ、ありがとうございます。まあでも一番はナナシさんということで。わかりました。私ではありませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。リナさん、私も東海ですごくお世話になってる先輩なんですけども、どの部分が好きですか、リナさんの。盛り上げる。あ、確かに確かに盛り上げ上手。この方で目の前いるのに、目の前いるのに負けた。その4人の中で誰がお好きですか。長瀬さん。早ない。いつになったら選ばれるんですか、私。まあ、ありがとうございました。お聞きしたいと思います。この4人の中で誰が一番好きでしょうか。あ、来ました、ついに。え、私で間違いないですか。そうですね、五十嵐マリア間違いない。来ました、やっと来ました。なんでですか、理由を教えてください。いや、やっぱ最初に動画見た時が一番綺麗だな。はい、わー、マジっすか。シンプルに嬉しい、普通に嬉しい。ありがとうございます。この4人の中で一番ですよね。まあ一人だけなんですけどね、私を選んでくださったのはお兄さんだけなんですけれども、よかったです。選ばれるまでこのコーナーやってよかったと思います。お、ジャイカフェスト、ジャイカフェスト、そう、太陽に光ってごらん。ちょっと、えらいこと。
がクエストで今とりあえず595ゲームで曲げ杖に戻る。いやこんな一瞬で、ね、あんなことあります？びっくりした。終わったけど645ゲーム。えげつない、えげつない。あ、クリスタ。早い、40ゲーム。とりあえず4333枚でと、ね、タイムアップとなってしまいましたので、私はちょっと一人この後も残ってやるんですけれども、一旦終了でまたエンディングまで見てください。お疲れ様でした。ちょっと遅くなってしまいましたが、実戦の方が終了いたしまして、本日の結果なんですけれども、投資が800枚、回収が約4000枚、まだ続いてるんですけど約4000枚ということで、サマイが3200枚プラスで終了しましたということでね、マドマギ2は面白いということで、私はあのバラエティが好きで、まあちょっと行こうと思ったんですよ途中。浮気しなくてよかった。やっぱメインいいですよ。メインコーナー最高、推し機種最高ということで、すごい素晴らしい結果となったんです。そして肝心な本日1日を通してですね、私の取説というものを作りましたので、今から読み上げます。この度は私の動画を選んでくれてありがとう。私の取扱説明書を作ったので、よく読んでこれからも温かく優しく見守ってください。一回きりの配信だけど、批判はやめてグッドを押してね。朝は早いのが苦手で眠たいです。そんな時は声をかけてください。元気が出て一日頑張れます。スロット歴は短いのでわからないことが多いです。解析だったり記録のつけ方を優しく教えてください。結構嬉しいです。おっちょこちょいなので頻繁にミスをします。そんな時は優しく叱ってください。バラエティコーナーの機種が大好きです。正直に言うとバラエティじゃなくてもカテバ好きになります。単純な仕様です。恋愛もバラエティのような人がいいです。競争率が高くて不安になるのが嫌だからです。引きは弱いです。外れたり子役を取りこぼしたり、大選びに失敗して負けた時に人のせいにすることがあります。ごめんなさい。でも本心ではないので適当に受け止めてください。たまにすごい引きを発揮します。そんな時は褒めてくれるとさらにやる気が出ます。女子力はありません。カバンの中も片付けができないです。
これから頑張って磨きますので見守っていてください。マジックみたいにはマジックみたいにっていきますよ。これもうセクシーなミニゲームとか罰ゲームとかは正直やりたくないです。厳しい声もたくさんあります。それぐらいかな。ちょっといいやんみたいな感じのコメントくれた時とかはすごい嬉しかったりしますね。それでも頑張れるのは温かい皆様の応援があるからです。これからもお願いします。温かいコメントは全部嬉しいですやっぱり。でも手紙とかも最高に嬉しいかもしれない。差し入れとか手紙は本当に嬉しいです。いつもありがとうございます。リアルなやついていいですか。馬券、馬券は特に嬉しかったです。この中の4人のメンバーの中でしたら誰が一番好きですか。可愛い人がたくさんいて私が選ばれないのも分かります。レナさん、いつになったら結構落ち込みます。お聞きしたいと思います。この4人の中で誰が一番好きでしょうか。でも一人でもファンの方がいてくれるなら私は頑張れます。これからもどうぞよろしくね。未熟な私だけど笑って許してね。ずっとファンでいてね。そしてグッドをお願いします。永久保証の私だから五十嵐マリア。以上です。ご視聴いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。